若いゲリラどものことは気に入ってる。なんというか、まあ俺に似てんだ。俺より小粒だけどな。でもそんな奴らが何人集まろうとこの戦争には勝てない。ベビータイガー、今こそ俺たちにはカルリートが必要なんだ。67年の革命に参戦した5番目のレジェンド、俺が知る限り誰よりもタフな奴だよ。あいつと対面した兵士はどいつもこいつも小便漏らしたもんだ。一石二鳥って言葉知ってるか？カルリートは一発で飛行機を二機落とした逸話を持ってる。あいつはまさに国宝だ。もう引退して今は博物館にいるがな、政府が檻に閉じ込めて真のヤーラ人とかいう観光客どもの見せ物にしてるんだ。だがあいつのいるべき場所は戦場なんだ。博物館で落ち合おう。カルリートを監獄から解き放とうじゃないか。カスティロは銃弾を大量に使えるが、俺たちにはカルリートがいれば、いやカルリートの一発があれば十分だ。エルティグレ、博物館に着いた。俺もだ。若くてしょうもなかった頃の俺たちの写真が見たいなら、銃をしまって観光客のふりして入ってこい。カッペロに負けんな。どうかしましたか？これ、ディエゴの声？こんなことまでさせられてるなんて。そろそろ実践しようか。ずいぶん遅かったな。エルティグラ、見つかったらどうするの？あんた有名人なんだよ。大丈夫だ。三用のペンを持ってきた。これは俺の。こっちはお前のだ。そうじゃなくて、この博物館は俺たちレジェンドのために作られたが、カスティロが歴史を書き換えたせいで今や悪者扱いだ。カルリートまで悪者に仕立て上げやがってよ。まったく、私たちはどう語り継がれるか。この日
二人のレジェンドが博物館に入っていき、三人になって出てきた。手な具合だろう。エルティグレ、カルリートって戦車のこと？当たり前だろ。なんだと思ってたんだ。そいつがカルリートだ。¿Cómo está? そう見つけて指を折ってやりたい。気に入ったものはあるか？この島は真実を忘れない。俺が誰かを殴っちまう前に早くカルリートを見つけよう。失礼。よし、慎重に行こう。
聞きたいことは分かりますよ。おい、なんだか怖い鶏だな。最近どうだ。カルリートが壊れてる。これじゃ動かせない。そいつには愛情が必要なのさ。お前なら直せる。エルティグレス、嘘だ。どこへ行った。やれチチャロ。ごめんなさい。門をぶっ飛ばすんだ。言ってきて、チチャロ。チチャロ、こっちよ。チチャロ、行くよ。行こう、ベリータイガー。カルリートを直して門をぶっ飛ばすんだ。戦車なら最初からそう言ってよ。何言ってんだ。カルニートのこと知らねえ方が悪いに決まってるだろうが。ベビータイガー、革命の時に使ってた洞窟があるんだ。左に曲がったら近くの橋に向かえ。誰にも俺たちは止められない。
やめて。こいつは最高に楽しいね。どうのことだ。前に言ったことを覚えてるか、ヤツら。ねえ、あんたやロボやレジェンドの話はぜひ聞きたいけど、今は忙しいの。ああ、そうだな。カロリーとも復讐に燃えてる。行くぞ。来てくれたのか。こんなとこで何してるの。奴にカロリートを見せたくてな。ははははは、我が友よ。山を降りるのは何年ぶりなの。さてな、カロリートとはいい思い出だらけだ。今からでも増やせる。皆が自由になるとき、戦争が終わる。仲間になろう。よーし。お前も入れ。いいもんだぞ。いや、おーい、皆が自由になるとき戦争が終わる。ロボの言葉を覚えてたんだな。自分はデタラメばかりだったが、ロボはいつも真実を語っていた。ロボはデタラメを見抜くのがうまかった。今ここにいたらカルリートに乗る私たちを見て喜んだだろうな。戦車についに乗り込んだ詩人を見てだろう。詩人だからってバカにしてるのかい、ディグレ。